時刻は7時34分です。お届けしておりますベニーモブラーイモーニング。さてこの時間はですねイモーニングスポーツイモスポ皆さんにお伝えいたしましょう。さあ今日は木曜日ということで木曜日はサッカー情報を皆さんにお届けいたします。皆さんおはようございます。時刻は7時34分でございますよ。お届けしておりますベニーモ村イモーニング、この時間はイモーニングスポーツイモスポでございます。そして今日木曜日ですね、木曜日のイモスポはサッカー情報でございます。サッカー情報をですね一緒に、また皆さんにですね分かりやすくお伝えしてくださるのはこの方、読谷サガン鳥栖サポーターズクラブのキングカズオさん、おはようございます。はい、おはようございます。どうも今日もよろしくお願いいたします。はい、今日ソロですね、カズオさん。そうですね、今日まあ、ネットで見てる方分かると思うんですけどお互い、そうそう、今日ピンクピンク、ね、サガンピンクの、はい、でユニフォームで、ユニフォームで、はい、今日もみんなにですねサッカー情報をお届けしましょう。はい、はい、天気もね、うん、スカッといいですよね、気持ちがいい。もうね、ゴールデンウィーク間近ということで本当ですよね、もう心もウキウキワクワク本当、はい、何かご予定ありますか、カズオさんは。いろいろあります、いろいろありますか、はい、またちょっとね最近ねちょっと、うん、何、我々サポーターズクラブの力が足りないのかサガン鳥栖の調子がちょっと悪いんでね、うん、ちょっとこのゴールデンウィーク期間中にちょっと行こうかなと。なるほど、ちょっと気合を気合を入れにっていうかちょっと、ね、注入しにラーメン食べにとか、はい、いいかもねということで、はい、行ってこようかなと思ってますね、うん、でまあね本当今年サッカーは4年に一度のワールドカップの年っていうことで、まあ、去年のね夏に本戦出場を決めて順調に仕上がってるかなと思って、監督が変わるとか、変わりましたね、そういうようなねいろんな劇的なまあ変化があって、まあもうあと2ヶ月切ってますから、2ヶ月切ってますよね、はい、開幕が6月14日なんですね。そうそうそう、まあ、日本戦は6月17日ぐらいだったと思うんですけど、もう2ヶ月切ってるんで、早めにね日本代表、うん、はい、まあ、日本代表チームが決まるのが最終的に5月の末なので、うん、まあ、早めにね、うん、がっちり固めて、うん、今年のワールドカップ盛り上げていただきたいなと思います。本当ですよね、まあ、今年ワールドカップがあるっていうことで、はい、6月中旬から7月中旬まで J リーグがお休みなんですね。そうなんです、 J1、J2 が、はい、なの で, なので、今ねこの1ヶ月間っていうのはもうハードスケジュールなんですよみたいですよね。週に2回、まあ、そうです、土日と水曜日の、うん、はい、ゲームが開催されて、うんうんうん、選手の皆さん結構ね、はい、疲労の色がそろそろ出始めてると出てますよね、はい、出てます、土日戦って、うん、そして、昨日水曜日もあったんですね。ありました。なので、まあ、このイモスポの中で、はい、サッカーコーナーが木曜日なので、はい、まあ、2試合分放送しないといけないということでもうね時間も拡大しないといけないかなぐらいのでね足りないですよね、足りないぐらい、まあ、うん、そういうわけで昨日のゲームから言えば、うん、まあ、サガン鳥栖の川崎フロンターレに0対2で負けたと。そうね、で去った、週末のあったゲーム、うん、広島、首位広島に、うん、まあ、0対1で負けたと、うん、でね気になるのがやっぱりこの3試合で得点が0っていうのが、うん、0っていうことですもんね、はい、まあ、0-1、0-1、0-2で負けたと。ただね、うん、前回岩田戦とか、うん、に、まあ、前半ちょっと温めすぎて後半で一気にこう行こうと、うん、まあ、体力温存してたっていう話をしてちょっとね、うん、私この番組で、はい、前半からガシガシ行ってほしいっていう話をしたらちょっとね広島戦めっちゃ前半からガシガシ行ってるんですよやっぱ聞いてたのか聞いてるかもしれない聞いてるか、うん、
や, やっぱりね、うん、思うところも、まあ、すいません、あのもし前半からガシガシって負けても、はい、私ちょっと責任は取れないんですけどでも見ている方としては非常に楽しい。そうですよね、はい、前半から昨日も、うん、後半10分までは、まあ、前半はもうトスペース、うん、シュート数が7本で相手2本、はい、もういろんなチャンスがあったんですけど、あのやっぱり最後のね、うん、ポイントゲッターというかなかなか得点に結びつかない、うん、広島戦もそうでした。後半のね20分まではもう、うん、トスペースでガンガンいって周囲相手にで20分過ぎて、少しねやっぱりあの相手の方が人を変えたり、うんうんうん、やっぱりあのこの選手交代のタイミング、その辺大事ですね。あ、なるほどね。なんか届いてますか。届いていると思います。今日来てますからね、行きますか。はい、はい、やっぱりですね、佐賀都市の、ね、話題なので来てますよ。ラブサガンさん、おはようございます。はい、おはようございます。皆さん、荒垣さん、おはようございます。はい、いやー、サガン都市は絶対勝つんだと気持ちが見えてこない。試合が続いてますね。勝ちたいなら必死で動いて試合後にぶっ倒れるぐらいみんなで走り回れ、そんな感じです、はい、ということで。そうですね。まあこのね、メールの内容からも分かる通り、まあ、あのでもこの2試合は本当に前半からもうガンガンいってですね、うん、もう見応えはあるんですよ。見ていてもまあ目が離せないっていうか、うん、まあ、トスらしくガンガンいってるんですけど、うん、あのやっぱり後半にね、やっぱりスタミナ切れする選手が何名かいるんで、うん、あのまあこれはもう監督が考えることだと思うんですけど、うん、選手交代をですね、うん、やるタイミング難しいんですね。うんうんうん、前半から結構いい場面があるので、うん、選手交代でしづらい場面もあるんですよ。あ、そのまま行こうか、どうしようか。そうそうそう。だけど選手の方としてはちょっと疲れが出てくると、うん、あのもう本当にちょっとしたワンプレーなんですよ。例えばボールが来ると、はい、疲れてくるとボールが足元にきっちり収まらないんですね。例えばボールを止めることをトラップって言うんですけど、うんうん、そのボールを止めるのがちょっと1メートルぐらい長くなってしまって、相手もその間で相手に取られると。あ、だけどあの絶好調の選手っていうのは足元にボールが来たらピタッと収めて次のプレーまでですね瞬時に判断して動けるんです。あ、すごい。これ見てたら分かるんですね。うんうん、あ、この選手も疲れてるな、そろそろ交代してほしいなと思ってるんですけど、うん、なかなかね監督の方とホットラインの電話がつながらないんで、私の方からなかなかあの連絡できないんですけど、まあ、見てたらね本当は連絡したいんですけどね。今よ今で本当、まあもまあ、見てるか分かんないですけど。で、選手の交代って1試合3名までできるんですよ。うん、あ、はいはい、トスがねこの3試合ぐらい2人しか交代してないんですよ。じゃあフル使ってないということですか。使ってないんですよ。だからこの辺が監督とかコーチの悩ましいところかもしれないですね。うん、例えば本当は交代したいんだけど、うん、でも結構みんな走り回って調子がいいんで、うん、このまま1点取ってから交代しようっていうような、ずっと引っ張って、なるほどね、そうしてる時に相手にやっぱりカウンターでやられてしまう。もう客観的に見てたら分かります。なるほどね。この駆け引きとこのタイミングと。そうですね。はい。だから、まあ、ちょうど昨日の試合川崎フロンターレ、うん、後半からすぐ選手変えてきたんですよ。うんうん、まあ、あのポイントゲッターの小林優選手が入って、うん、はい、いきなりやっぱり川崎は流れが変わりましたからね。やっぱそういう風な流れってあるんですね。そうです、はい、で、阿部裕之選手今季初ゴールを許してしまって、そして小林優選手が見事なヘディングシュートで、うん、まあ、敵ながらあっぱれというかですね。ああ、そっか。まあ、やっぱりねこの辺が少し年には足りないのかなと思ってなんと泥沼の5連敗5連敗きましたか。はい、ただ、うん、 あの、まあ、ありがたいことに言って、まあ、下を見たらいけないんですけど、うん、ガンバ大阪も名古屋グランパスも両チーム負けたので、うん、そのままどうにか16位をキープなんですけどでも16位って言えばやっぱり降格圏内なのでちょっと危ないですもんね。いや、だからねやっぱり私行って勝つを入れないとまあ、カツを入れるかラーメン食べるか、はい、そうね、読谷のキングカズオさんがそのね、土地に足を踏まないとダメかもねそうですね、まあ、まあそんなこんなで、で、まあ、このゴールデン期間中は、はい、サガン都市は、週末にガンバ大阪と、うん、まあ、ガンバ大阪って一つ下なので、うん、そこがに勝つか負けるかでまた順位が上がるか下がるかっていうのが決まってくるので、この試合も大事です、うん、そして5月の2日来週の水曜日なんですけど、そこではコンサドーレ札幌ホームで迎えて、そして5月6日が私が見に行く清水エスパルス戦と、はい、エスパルスか、この1週間もう
残り1週間で3試合あると、まあ、ハードスケジュールなんですけど、ハードですね、はい、3連勝するぐらいの意気込みで、そうですね、またみんなで応援したいなと思いますけども、はい、うわもう本当にこうやって内容を聞いてるとやっぱりなんかまた違う目線で見るチャンスっていうのもありますね、うん、そうですね、私ですね、試合見てるとですね、やっぱりあのボールが足元にぴったり収まるのか、うん、そして次のプレーにつながるトラップがきれいにできるかっていうので、うん、その選手の、うん、調子の良し悪しっていうのを判断できるので、うんうん、なるほどね、はい、さあここでこの監督が選手を変えるか変えないかで、あ、やっぱりそうなんだっていうことを見ることができますね、そうですね、はい、まあ、ぜひこのイモスポも見ていただいて、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いいたします。トスの皆さんぜひ広めていただきたいと思います。お願いします。加藤さん、またゴールデンウィーク行きますので、はい、よろしくお願いいたしますね。さあ加藤さん、この後なんですけども、うん、ヴィッセルの、ね、情報などそして FC リーグありますね。そしてデイゴス、ね、行われました試合、いやいいゲームでしたね、デイゴス、あの土日2連戦そう西原まで私行きました。行きました。もちろんもう和夫さんにですね、はい、私たちは解説を聞きながら、はい、そしてインターネットのねそう、中継をしたので、ね、中継もしながらね、はい、はい、さあその、ね、内容なども皆さんにご紹介していきたいと思いますの です、ね、はい、よろしくお願いいたします。さあ学校カーラバン、この後 CM を挟みまして学校カーラバンでございますけども、ぜひ子どもたちもですね、この後のサッカー情報耳傾けてくださいね。それでは引き続き皆さんよろしくお願いいたします。和夫さんもよろしくね。はい、このこのコーナーは学校からま金田町読谷村にあります小学校中学校高校児童生徒の皆さんの情報をお届けいたします。学校カーラバンでございますよ。さあ木曜日のこのコーナーはですね、イモスポコーナーのサッカー情報の引き続き皆さんに子どもたちにもいっぱいですねお届けしたいと思いますので、引き続き読谷のキング和夫さん、おはようございます。よろしくお願いいたします。はい、おはようございます。よろしくお願いします。はい、このこのこのってこのこのこのまあね、そうも言いたくなりますよ ね、 本当ね、あのサガン鳥栖が本当に不調ならばもうね、もう全然ね、はい、和夫さんミントス君かぶれないね、かぶれないで、ね、でヴィッセル神戸、あ、ヴィッセル行きましょうよ。昨日、まあ、うん、結果から言えば昨日鹿島アントラーズに引き分け、はい、1対1で引き分け、ドローだったんですね、うん、で先週、まあ、週末に行われたのは名古屋グランパスと、うんうん、なんと 3-0 で快勝、うん、あれはねスカッとして、ねね、みんな気持ちよかったみたいですね。ポドルスキー選手が2得点、はい、もうあれね何回見ても鳥肌、今でもちょっと鳥肌立ってるけど、すごいちょっとどころじゃないですよ皆さん、もう鳥肌立って、鳥肌だポドルスキー選手、やっぱりもうワールドクラスのあのね、うん、やっぱりサイドネットを揺らすシュート2本ですよ。はあ、
かっこいいね、やっぱね。サイドネット揺らすってかっこいいですよね。ねそれもね、綺麗なね、やっぱりあの、うん、ブランダーのシュートっていうか、低い、もうかっこいいシュートですね。さすがだなって思いますね。一つはね、彼は左利きなんですけど、1本目は右、足でシュート、うん、で2本目はもう綺麗にやっぱり利き足の左足で狙い澄ませて、ゴール右サイドネットを揺らすっていう、もう見てる人たちも最高だったんじゃないですかね、はい、何回もリピートして何回ももう繰り返して見ましたからね。すごい、もうビデオテープの時代だったらもうテープが伸びるぐらい、まあ今テープじゃないんでよかったんですけど、何度も繰り返し本当ね、テープじゃなくてよかった、はい、本当そうです。あでもよかったね。ビッセルね、まあこの、うん、最近、この5試合では、なんだろう、2勝2敗1分けかな、うん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 、まあ結構調子上がってきてます、はい、うん、で今現在が、7位かな、うんうん、7位ぐらいになってると思います、うん、まあね、結構ビッセルは調子を上げてきてるんで、だって先々週はもうサガンと同じぐらいにね、そうそう、9位とか10位ぐらいだったんですけど、ね、まあ、大変でね、やっぱりサガンが入ってきてると、ね、あの時に1回勝つことで一気に上がりましたから ね、 そうなんですよ、ね、何が起こるかわからない、はい、だから1試合1試合の重みっていうのは大事なんです、ねうん、で、うん、まあ、J3 情報で言えば FC 琉球1週間お休みして、お休みしました。でいよいよ今週末、はい、あります、あります、まあ、今週末ね、ちょっと横浜の方まで行っての、うん、アウェイですね、はい、横浜 YSCC 横浜、うん、でそのチーム3位なんですね。で FC 琉球今5位なので、で、はい、また勝てばね、うん、もちろん逆転、また変わりますね、上に上がるっていうことで、うん、まあ、その辺ね、まあ3位と5位の違いは何かっていうと得失点差だけなので、3勝 2敗2分け、うんうん、どっちも勝ち星一緒なので、はい、ぜひね、この週末、うん、アウェー横浜に行ってぜひ勝っていただきたいなと思います、はい、そして順位をまた、はい、上げていって、そうですね、そしてそれが終わると、うん、次、ホーム5月3日ホーム戦ありますね、はい、県総グラウンドで、うん、あります、はい、そのゲームもぜひまた皆さんね、うん、その時5月3日は県総で、ガンバ大阪アンダー23と、うん、そして、うん、5月6日日曜日が、はい、うん、またこれもホームでゴールデンウィーク2連戦あります、うん、いいですね。それは秋田ブラウブリッツ秋田去年ね1対6で負けた相手です。読谷で日賀サンデーの時に、日賀サンデーの時だったね。今年こそはねぜひ、まあ、私残念ながらその時九州飛んでるんで入れないですけど、はいはい、皆さんぜひね、うん、ゴールデンウィーク、はい、5月3日と5月6日、うん、はい、県総グラウンドに行きましょう。行きましょう、はい、ぜひよろしくお願いいたします、はい、応援の方もよろしくお願いいたしますね。ということで続いては女子サッカーですよ、はい、女子サッカーでございますけども、はい、週末ね、はい、先ほどもお話したんですが、うん、まあ、西原町の方まで行ってね、うん、私 FM 読谷のインターネット中継に、はい、同行させていただいて、はい、どうもありがとうございます。いやいや楽しかったですね。いや、まあ、天気はね初日はまあ結構ねサッカー日和で、うん、まあ、選手やっぱり女子うまいですね。うまかったね、はい、私も初めて生でこの、はい、ね、うん、女子サッカー見たんですけれども、はい、やっぱちょっとハマりそうでした。そうですよ ね、はい、もうでもやっぱ解説この和夫さんいろいろ教えてくれるからこそなんか、あ、なるほどねっていうのもあって、はいはいはい、でもやっぱり昨日またユンタンじゃ出番ですよね、はい、出番ですよ ね、はい、そうですね、琉球デイゴスさん、デイゴスさん来てました ね来てたんですけども、ゴールキーパーのね、そうそうそう、アサリ選手、そう、はい、このゴールキーパーのアサリ選手が言ってたんですけれども、うんうん、とてもね私も初めて見ましたって言ったら、うんうん、見やすかったでしょって言ったんですよね、うん、はい、その理由はやっぱり女子は男子と比べて一気に速いもんじゃないから、うんうん、しっかり見れるということ で、はい、そういうところもちょっと見ていただきたいなって言ってましたので、はい、確かにそうかも。アサリ選手ゴールキーパーね、うん、僕何度も注目してたんですけど、好セーブ連発ありましたね。そういいシーン結構あってね。でね、まあ、個人的なあれではないんですけど、うん、カメラに指示してね、もっとここキーパーアップで何度か話しましたからね。だからこそ覚えてました、はい、そうですね、キーパーやっぱりね好セーブをやった後、うん、でキーパーがねやっぱり指示する場面とか、うん、あと動き方とか、うん、キーパーって結構地味なんですけど、うん、選手に比べると、うん、守護神って言われるぐらい、うん、まあ、守り重視なんですけど、でもね、うん、やっぱり結構声出したり、うん、指示出したり後ろからね、そうか、やっぱ見えてる、はい、客観的に見えるんで、まあ、こういう人が、まあ、結構リーダータイプっていうかやっぱり視野が広いですよね。そっか、そういったところを注目しながら、うーん、FC 琉球のゲームで、はい、ボールを拾う少年たちがいるじゃないですか、うん、はい、いますいます、ゴールキーパーの後ろにいる、うん、います子たちっていうのは、うん、結構ね視野が広がるみたいですよ。へー、これ全体的な視野が見れるので、そうなん
だ横にいるよりも、うん、ゴールキーパーの後ろでボールを持ってるボールマンとか、あ、キーパーってこうやって指示出してるんだ、こうやって動いてるんだとか、うん、全体的に俯瞰的に見れると。そうなんですね。だからそういう、単なるボール拾いっていうかボールマンなんだけど、そういう目的意識持つと、うん、また次のステップにつながるんじゃないかなと思って、このラジオを聞いてる子供たちは、通学途中の子供たちの皆さん、ね、ぜひ。そうなんだって思ってくださいね。単なるボール拾いじゃないんですよ。うん、まあボール拾いしながらも、うん、視点をちょっと変えてね、うん、やると。ああ今日はいいアドバイスだ。何でもプラスになりますということで。素晴らしい。デイゴスね。デイゴス。まあ、あの週末のゲームは、うん、まず4月21日に、はい、福岡女学園高校と、うん、4対1で、はい、見事勝利を収めて、22日はねちょっと雷、はい、雷雨が近づいて、まあ、前半だけで終わってしまったんですけど、はい、東海大福岡高校に1対2で負けてしまった、うん、負けてしまったんですよね、はい、最初ね2点先制されて、うん、ちょっとね、時間がなかったっていうことで、うん、はい、まあ、今後もまたねデイゴス、うん、はい、次5月のね、はい、26、27にありますので、はい、その際にもまたぜひ皆さん応援の方もよろしく、はい、私もまた行きますまたよろしくお願いいたします、はい、ぜひ応援の方もお願いいたしますね。はい、じゃあ以上ですね、この時間はですねサッカー情報を皆さんにお届けいたしました、はい、キングカズオさんまた来週木曜日よろしくお願いいたします、はい、皆さんまたお楽しみに。来週、はい。